運が向いてきやがったぜ。
こりゃ少し旅行立ちも良さそうだ。勝利条件変更。信玄の野郎に一泡吹かせてから帰るぞ。任せといて。まずは山頂を奪っちまえ。そこら辺の敵は残らず片付けとけよ。武田本陣の動きがよく見えるはずだぜ。ここで止まるわけにはいかんのじゃよ。全軍進め。わしも出る。親方様自ら。ならば任せといて。親方様をお支えすべき一手は、信玄の野郎。任せといて。自ら打って出やがったって。まこっちにすりゃ好都合だ。裏回って本陣をついてやれ。開門。お待ちくだされ。大将自ら出るなど危険ですぞ。雅満開デモン。やはり奇襲狙いだったか。本陣を落とさせはしない。なすべきことをなさねばならぬ。開門。行って帰ってこられたの。氏真は鬼に食われずに済んだ。わざわざ来た甲斐があったってもんだ。誰が野生のクマよ。
こうの者がいようとは。あれが好きか。敵の力量を計り損ねるとは。お強いのですね。なお虎、今武田と戦ってるってことは徳川につくことにしたの？こういう場所で率直すぎる質問は。天下無双の未来なるおのこよの一生蹴っ飛ばしてやったの。マロが矛先には天魔鬼神もたまらぬの。死なせねえで済んだか。さて、用は済んだ。さっさと引き上げるぞ。はい。あれ、姫様どうかしました？乱世を言い訳にしない、これがお父様の戦い方なのね。